ヨーゼフ・アロイス・シュンペーターは、オーストリア・ハンガリー帝国モラビア生まれの経済学者である。企業者の行う普段のイノベーションが経済を変動させるという理論を構築した。また、経済成長の創案者でもある。オーストリア・ハンガリー帝国のモラビアの鳥シュに、ドイツ系の家庭に生まれた。1901年に、ウィーンにあるウィーン大学法学部に進学し、 1906年同大学にて、博士号を取得。1908年、理論経済学の本質と主要内容を発表。1909年に、セルノビッツ大学准教授、ついで1911年に、グラーツ大学教授に就任。1912年、経済発展の理論発表。1913年、アメリカ合衆国のコロンビア大学から、 客員教授として招聘され、名誉博士号を受けた。1919年、オーストリア共和国の大倉大臣に就任したが、同年に辞職。1921年には、ビーダーマン銀行の頭取に就任したが、1924年に、同銀行が経営危機に陥ったため、頭取を解任され、巨額の借金を負った。 1925年本大学の教授に就任した後、1927年にはハーバード大学の客員教授を引き受け、1932年には聖教授に就任。この間の1931年には初めて来日市各地で講演を行っている。1939年、景気循環の理論発表。1940年、 英量経済学会会長に就任し、その後も1947年にアメリカ経済学会会長に、1949年に国際経済学会会長に選出された。1942年、資本主義、社会主義、民主主義発表。1950年1月8日、コネチカット州にて動脈硬化症で休止。移行をもとに、 経済分析の歴史が1954年になって出版された。シュンペーターは、レオン・ワルラス流の一般均衡理論を重視した。初の著書、理論経済学の本質と主要内容は、ワルラスの一般均衡理論をドイツ語圏に紹介するものであった。しかし、古典派が均衡を最適配分として捉えているのに、対して、シュンペーターは均衡を賃貸として捉えている。 シュンペーターによれば、市場経済はイノベーションによって不断に変化している。そして、イノベーションがなければ、市場経済は均衡状態に陥っていき、企業者利順は消滅し、利子はゼロになる。したがって、企業者は創造的破壊を起こし続けなければ、生き残ることができない。イノベーションは、シュンペーターの理論の中心概念である。ちなみに、シュンペーターは、 初期の著書、経済発展の理論ではイノベーションではなく、新結合という言葉を使っている。これは、クレイトン・グリス・テンセンによる、一見、関係なさそうな事柄を結びつける思考という、イノベーションの定義と符合している。なお、日本語では、技術革新と訳されることが多いが、イノベーションは、技術の分野にとどまらない。シュンペーターは、イノベーションとして、 以下の5つのつ類型を提示した新しい財価の生産新しい生産方法の導入新しい販売先の開拓原料あるいは半製品の新しい供給源の獲得新しい組織の実現また、シュンペーターはイノベーションの実行者を企業者と呼ぶ。この意味における企業者とは一定のルーチンをこなすだけの経営管理者ではなく全く新しい組み合わせで、 生産要素を結合し、新たなビジネスを創造するものである。この点を明確にするために、近年は、企業者と訳されることがある。資本主義経済では、イノベーションの実行は事前に通貨を必要とするが、企業者は既存のマネーを持たないから、これに対応する通貨は新たに創造されるのが、本質であるとシュンペーターは考えた。 すなわちイノベーションを行う企業者が銀行から信用貸し出しを受け、それに伴い銀行システムで通貨が創造されるという信用創造の過程を重視した。貨幣や信用を実体経済を包むだけの名目上の存在とみなす古典派の貨幣ベール感と対照的である。銀行家は単に購買力という商品の仲介承認なのではなく、またこれを第一義とするのではなく、 何よりもこの商品の生産者である彼は新結合の遂行を可能にし、いわば国民経済の名において新結合を遂行する全権能を与えるとシュンペーターは語っている。シュンペーターによれば企業者が銀行からの借り入れを受けてイノベーションを実行すると経済は拡乱される。そしてその不均衡の拡大こそが公共の過程である。そして イノベーションがもたらした新しい状況では、独占利順を手にした先行企業に対して、後続企業がそれに追従することで、信用収縮が起こり、それによって徐々に経済が銀行化していくことで、不況になるとした。なお、これは、初期の経済発展の理論における基本的な見方であり、後の対処、景気循環の理論では、景気循環の過程がより緻密に考察されている。 シュンペーターは社会学的アプローチによる研究も行っている。この分野の主張である資本主義、社会主義、民主主義では経済が静止状態にある社会においては独創性あるエリートは官潮化した企業より未開拓の社会福祉や公共経済の分野に革新の機会を求めるべきであるとした。そしてイノベーションの理論を軸にして経済活動における 新陳代謝を創造的破壊という言葉で表現した。また、資本主義は成功ゆえに巨大企業を生み出し、それが官僚的になって活力を失い社会主義へ移行していくという理論を提示した。マーガレット・サッチャーはイギリスがこのシュンペーターの理論の通りにならないよう常に警戒しながら政権を運営をしていたと言われている。また、シュンペーターは カール・マルクスを評価していた。経済発展の理論日本語訳に寄せられた日本語版への序文では自分の考えや目的がマルクスの経済学を基礎にしてあるものだとは初め気づかなかった。マルクスが資本主義発展は資本主義社会の基礎を破壊するということを主張するにとどまる限り、なおその結論は真理たるを失わないであろう。私はそう確信すると述べている。 他、経済学史家としても仕事をしており、初期に経済学史を表し、晩年に、大著、経済分析の歴史を執筆、没後に以降をもとに出版されている。日本でのシュンペーター評価の高さは、その文人の巧妙さ、翻訳の多さ、そして著作での言及、引用の多さにも負う。シュンペーターの日本人経済学者としては、本大学時代の留学生である。 中山一郎、東端誠一、同じくハーバード大学時代の柴田隆鶴重となどがいる。なお、伊藤光春によると、日本の経済学者で、春平ーターの元を訪れた者のうち、春平ーター自身が、来る前から異常に高く評価したのは、柴田隆であり、来た後に高く評価したのが、鶴重とであって、これ以外の人についてはほとんど評価していないと、されている。 小室直樹は、シュンペーターの業績は、経済学会ではさほど継承されておらず、むしろ経営学によって、その発想や視点が旺盛に摂取されていると述べている。また小室は、シュンペーター自身は、数学は得意ではなく、弟子のポール・サミュエルソンの数学の講義を聞いて、勉強したと書いている。ありがとうございます。